なみ、今日は夕飯少なめで。に対する読者の反応集。3時。あれ？なみさん今日も少なめ？もしかして具合悪い？なみ、そうなのかしら。ルフィ、なんだ？はっきりしねえやつだな。食わねえなら俺が食っちまうぞ。3時。おい、ちょっと待ってろ。別の作ってやるからよ。なみ、なんだか食欲があんまりなくて。サンジ君のご飯のせいじゃないから気にしないで。サンジ、でも、最近顔色も良くないし、ちょっと兄見てもらった方がいいんじゃねえかな。ルフィ、そうだぞ、ナミ、悪いとこあんならちゃんと見てもらえよ。ナミ、確かに微熱があるような気もするのよね。後で見てもらうわ。サンジ、食欲ないならみかんだけでも食べるかい？昼、ナミさんが収穫して調理用にくれた分があるし。ナミ、ありがとうサンジ君。そうさせてもらうわ。最近、体調が悪い自覚はある。隠すつもりはなかったが、心配をかけたくないと思って黙っていたのは事実だ。でも、サンジ君やルフィに指摘されてしまうようではごまかすのも限界かもしれない。サンジ君からもらったみかんを食べてから、チョッパーのいる医務室に向かうことにした。なみ、チョッパー、いる？チョッパー、いるぞ、なんか用か？なみ、用というか、少し具合が悪いから見てもらいたくて。チョッパー、いいぞ。医務室にはチョッパーと、包帯を変えられている最中のゾロがいた。私を睨みつけるように見たけれど、何も言わない。機嫌が悪いのかもしれない。チョッパー、どこが悪いんだ？なみ、最近あんまり食欲がなくて。あと、時々吐き気がするの。船酔いなんてしたことないはずなんだけど。チョッパー、それだけだとまだわかんないな。体温も測ってもらっていいか？なみ、もちろん。チョッパーに渡された体温計を脇の下に挟む。私がそうしている間に、チョッパーはゾロの包帯を巻いていた。チラッとゾロを見ると、ゾロはまだ私を睨みつけていた。何か怒らせるようなことをしただろうか、と考えても思い当たることしかない。ゾロは結構人相が悪い方だと思うけれど、あの顔を見て怖いと思ったのは初めてだったかもしれない。なんだか、落ち着かない。ゾロ、お前か？ボタン。何？は、チョッパー。びっくりしたー。大きな音がした方を見ると、壁に立てかけてあった刀が一本倒れていた。刀のことはよくわからないけれど、あれはゾロがイーストブルーを出たばかりの頃から使っている白い刀だ。ゾロ、悪い。ゾロはその刀を自分の方に引き寄せて、何もなかったかのようにチョッパーの治療を受けていた。これは何に何かついてるのがわかったゾロか。ゾロさん心霊案件ですねこれは。むしろ心霊案件であれ。おめでとう。チョッパー、そろそろいいぞ。なみ、チョッパーに言われて体温計を見てみると、発熱というほどではないが少し体温が高いようだった。それからチョッパーにいくつか質問をされて答えたところで、チョッパーはゾロに一度医務室を出るように促した。ゾロ、包帯ありがとうよ、チョッパー。退室を促されたゾロはチョッパーに治療のお礼を言って、部屋を出て行った。なんだか、この部屋に来てからずっと感じていた嫌な空気がなくなった気がして、私は大きなため息をついた。なみ、別に、ゾロがいたって構わなかったけど。チョッパー、でも、これはなみにだけ言った方がいいと思ったんだ。なみ、どういうこと？チョッパー、なみ、妊娠してないか？予想外すぎて、言葉が出なかった。なみ、妊娠って、子供ができたってことよね？チョッパー、言いにくいとは思うんだけど、心当たりとかあるか？俺、誰にも言わねえから。なみ、ちょっと待ってよチョッパー、私、心当たりなんてないんだけど。もちろん、どうやったら子供ができるかは知っている。でも、私には本当に心当たりがない。ルフィたちと航海に出てから、そんなことをしているいとまはなかったし、しようとも思わなかった。泥棒をやっていた頃には少し危ないこともあったけど。万が一そうだとしても時期が合わない。麦わら海賊団壊滅の危機なのだ。ゾロ、やっぱりお前腹を切れ。何妊娠したのか、ちゃんとおろしとけよ。麦、お、か。こんなすがすがしい麦をか、久しぶりに見た。怪異的ならあれが波を孕ませたんだろ、でも普通に怖い。まあ待てよお前ら、まだ想像妊娠って可能性が残ってる。受胎告知。ちょっと、ごめん、ないならないでいいんだ。似た症状を調べてみるから、もう少し聞いてもいいか？なみ、そうよね、そうしてくれる？チョッパー、俺、びっくりして。
変な聞き方して、すまねえ。なみ、いいのよ、それがチョッパーの仕事でしょ。でも、少し熱はあるから薬はもらえると助かるわね。チョッパー、もちろん、あんまり食べられてねえなら、栄養剤も出すよ。なみ、うん、ありがとう。結局、妊娠はしていないだろうということになったけれど、なんだかすっきりしない。微熱があるせいだろうか、もらった薬と栄養剤を水で流し込んで、今日は早めに休もうとサニー号のお風呂に向かった。炊事に疲れちゃった感じかな？なんだか体が重くて、浴槽に浸かるような気分じゃない。熱もあるし、シャワーで汗を流す程度にしておこうと思って、頭からお湯をかぶっていると、いきなり明かりが消えた。こんな時に消えなくても。暗闇の中でスイッチを探していると、ドアの向こうでチョッパーが走り回っているような足音が聞こえた。なみ？チョッパー？一緒に入りに来たの？胸を腕で押さえてドアを開けてみたけれど、そこには誰もいなかった。トイレだったのかな？まずい、ホラースレだ。俺もう見るのやめて寝る。明かりをつけ直してシャワーを浴び、体にバスタオルを巻いて外に出ると、ちょうどウソップがいた。ウソップ？おわ、そんな格好で出歩くんじゃねえ。なみ？はいはい、ごめんなさい。あ、お風呂の明かり調子悪いみたいだったわよ。ウソップ。あ、マジか。見とく？なみ、ありがとう。最近直したばっかりなのになぁ、とぼやくウソップを置いて、女部屋に向かう。ちょっと寒気がするのは熱のせいだろうか。確かに、こんな格好で出歩くんじゃなかったかもしれない。こういう時は女部屋でロビンとこっそり。まあ、多分バレてるだろうけど、甘くて美味しいお酒なんかをちょっと飲んだりするのがいいのに、今夜に限ってロビンは外で見張りだ、つまんないなぁ、と思いながらベッドに横になる。体調が悪い時は寝つきが良くないこともよくあるけれど、薬のおかげかよく眠れた。変なことを言われてパンクハザードの子供たちのことを思い出してしまったせいか、たくさんの子供に囲まれている夢を見た。いつか自分の夢を叶えたら、そんな風に子供に囲まれる仕事をして働くのも悪くないかもしれない。ロビン、おはよう、ナミ。ナミ、おはよう、ロビン。って、今何時？ロビン、ああ、慌てなくても大丈夫よ。あなたの調子が良くなさそうだから、今日は休んでいいそうよ。ナミ、でも、ロビン、寝ていなくても大丈夫そうなら、朝食に行きましょうか。サンジがあなたの分は別で作ってくれていたみたい。ナミ、それなら行くわ。ロビンも一緒に行きましょ。ロビン、ええ、そのつもり。あら？ナミ？ナミ？え？ナミ？外に出るために着替えていると、ロビンが怪訝な顔をして話しかけてきた。ロビン、このあたり、妙なあざが。ロビンが私の腰のあたりを撫でながら言う、ちょっとくすぐったくて、変な感じ。ナミ？ええ？どこかにぶつけちゃったのかなぁ。じゃあ今日はこっちの服にしておこうかしら。あざが見えないくらいに裾の長い服に着替えて、ロビンと一緒にキッチンへと向かった。ホラーの気配だ、凄そうだから朝に見るね。カップリングスレかと思ったらホラースレだった。子供に優しいお姉さん見てひっついてきちゃったんだな。寒気がしなかったらニカを叱るところだったが寒気がするので、完全にダメな方案件ですね。そして相手が子供なのでニカもゾロさんも手を出しにくい感じ？サンジ、ナーミさん、ロビンちゃん、朝から二人が俺に会いに来てくれるなんて嬉しいな。ナミ、朝ごはん、もう昼か。もらいにね。朝は起きられなくてごめん。サンジ、気にしなくていいよ。具合が悪いなら休んだ方がいいからな。今日はフルーツサンドがあるけど、無理そうならフルーツだけのがいいか。ナミ、それなら、フルーツだけがいいかな。サンジ、はいナミさん、あなたのサンジ、世にも美しいフルーツ盛り合わせを作ってみせます。ナミ、大げさよ。ロビン、大げさね。正直、今はまだフルーツ以外のものは食べられる気がしなかった。胃がムカムカするような、吐き気がするような、変な感じ。お腹を手でさすると少し楽になるような気がするけど、それじゃあ本当に妊娠しているようで、なんだか怖い。ロビンも、サンジ君も、私の体の異常には気づいているだろう。でも、二人は優しいから、まだ何も言わないでくれている。未知の病気だったらどうしよう。ケスチアにかかった時を思い出して不安に駆られたが、今のサニー号には頼りになる戦意がいることを思い出して持ち直した。サンジ君が用意してくれたフルーツ盛りを食べて、少しでも元気を取り戻さなきゃ。このフルーツだって、保管期間のことを考えたら貴重品だ。体調の私のために惜しみなく食料を振る舞ってくれるみんなに、迷惑はかけたくない。ナミ、
ありがとう、サンジ君。心配かけてごめん。サンジ、いいんだよ、ナミさん。こういうのはお互い様だって。ロビン、そうよ。あまり気にしないで、今日はゆっくりしていて。ナミ、そうさせてもらうわ。あれ？ロビン、どうしたの？ナミ、今、キッチンの方にチョッパーがいた気がして。ロビン、チョッパー？チョッパーは今、調べ物のために図書室にいるはずだけれど。サンジ、ああ、こっちは俺一人だよ。見間違いじゃないか？ナミ、うん、そうかも。ふとキッチンの方に目をやったとき、サンジ君の足元を動き回る小さな影が見えたような気がしたけれど。ロビン、部屋に戻る？ナミ、そうね。せっかく休ませてもらえるんだもの。思いっきり休むわ。ロビン、私もチョッパーと一緒に図書室にいるから、何かあったら呼んでちょうだい。ルフィはゾロと一緒にジムにいると言ってたわ。ナミ、へえ、珍しいわね。サンジ、そんな奴らのところに行かなくても、心細くなったら俺もいるからさ、遠慮なく呼んでくれよ。ナミ、心配しすぎよ。口ではそう言ったけれど、優しくされるのは照れるし、ちょっとだけ嬉しい。別に大丈夫だと言ったのに、ロビンは私が部屋に戻るところまでついてきてくれた。おつ、続き待っとるで、それはそうとルフィゾロなんとかしてくれー。ゾロの視線は死神が見えちゃった的なやつか？ワンピ界ではゾさんがこういうのに強いんだな、ルフィはなんかわかるけど。くそ、フルーツサンドが食いてー、朝でも飯テロって起きるんだな。とりあえず釜炊いてる。釜で炊くのはご飯なんよ。それはそうとして釜茹でておくね。白米を食べながら。見えてようが見えていまいが、ゾさんがこういうのに強そうなのはわかる。太陽の神、下月村の Z さん、早く助けてくれー。誰かが動いている気配で目が覚めた。ベッドに横になって目を閉じてから、どれくらい経ったんだろう。まだ眠気が残っているせいなのか、まぶたが重くて目を開けることができない。ベッドの横にいる、誰かの気配は消えない。女部屋で眠ったはずだから。ロビン、それなら声をかけてくれればいいのに。起き上がろうとして、気づく。体が動かない。来たか、悪霊、やろうと思う、宴だ。こんな時に宴を始めるんじゃない。それに気がつくのと同時に、誰かの手が私の体を這い回っていることにも気がついた。その手が、私の体をベッドに押さえつけている。誰かの手が顔にまで伸びてきて、悲鳴を上げようとしていた口を慌てて閉じた。なんか、嫌な予感がする。私の顔が謎の手に撫で回されている間にも、お腹、腕、足、体中に同じ感覚があった。一人じゃない。それに、この手の大きさ、随分小さいような。この娘たちかな？そっか、随分小さいお手手か、今までの流れ、考察を思い出す。あかん、あかん。じっと目を閉じたまま、耐える。じわっと汗が滲んできて、肌を伝ってシーツに落ちていくのがわかる。誰か、誰か、誰か、誰か来て。部屋の中を走り回る、誰かの、いや、多分、子供たちの足音が聞こえる。この船に人間の子供は乗っていないのに。昨日お風呂で、今朝キッチンで見たのは、誰？ママ？違う。耳元から、足元から、頭の上から、たくさんの声が聞こえる。ママ、ママ、お母さん、ママ、お母さん。違う、違う、違う。たくさんの気配が私を取り囲んでいる。何かを期待するように。どうしよう、このままじゃ助けを呼ぶこともできない。誰か。ロビン。ナミ、大丈夫？ナミ、ロビン。助け。開いた。生まれたいなら子宮に侵入しようとするんじゃ、やべえぞ。とりあえず、ゾロが種の主と疑っていた人たち、正座しておこうな。ナミ、あ、違う、あれはロビンじゃ、ない。開いた、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 開いた。ナミ、気づいた時にはもう遅かった。私の周りを取り囲んでいた何かは、私の口をこじ開けて、そこから私の中に入り込んできた。ナミ、息ができない、苦しい、まるで溺れている時みたいだ。それなのに、私の体は何かにがんじがらめにされたまま動かすことができない。助けて、誰か、助けて、ルフィ。ルフィ来るか。おら、太陽神パワーでなんとかするんだよ、ルフィ。早く助けに行け。目が覚めると、もう夜になっていた。休んでいいと言われたとはいえ、休みすぎだったかもしれない。
昼間にこんなに眠ってしまったら、夜中に眠れなくなってしまう。そういえばロビンが部屋に帰ってきていないようだけど、どうしたんだろう。まあ、いいか、子供たちと遊ぶ時間はあった方がいい。私は子供たちに手を引かれて女部屋を出る。そんなに急がなくてもいいのに。あ、いや、まだだ、このまま終わるのはダメだ。まずいぞバッドエンド。波が助からないのは絶対嫌だぞ。もしもし太陽神、何してるの？早く照らして。波の母乳が晩飯だ。いつもなら興味をそそられるフレーズだけど今はそれどころじゃねえ。くっそ、怪異系のスレはハピエンが多いから油断してた。甲板に出て、雨が降っていることに気がついた。航海に影響するほどの雨量ではないけれど、これだけ天気が変わったのに誰も呼びに来なかったのが不思議だ。子供たちは私が足を止めたのが不服なのか、私の腕を強く引っ張っている。波、わかってるってば。子供たちに手を引かれて、私はそのまま船首の方へと向かう。海面に目を向けると、そこにはたくさんの子供たちの姿があった。やべえ、海に飛び込むやつだ。母なる海ってか、ふざけんな、はよこい太陽神。バットだけはほんと無理。なんで波さんが。その姿は様々だ。まだ生まれていなかった子供もいれば、生きたまま捨てられた子供もいるし、船の上で切り刻まれた子供もいる。行かなきゃ。あの子たちは私を待っている。私があの子たちを産んであげなければ。いつの間にか膨れていたお腹に触れる。それから、私は船の欄干に手をかけた。ゾロ、おい。そいつどこに連れてく気だ。ゾロ？クイナが教えてくれたんかな？遅いぞ迷子。よく来た。下月生まれのジェットさん。地獄の王来たー。これには師匠もにっこり。ゾロ、お前がナンバー2だ。ナミさんいるの異次元かな。まあゾロなら迷い込むな。振り返ると、怖い顔をしたゾロがこちらに向かって歩いてきているところだった。ナミ、どうしたの？ゾロ、お前には聞いてねえ。ナミ、ん？ゾロは私の目の前までやってくると、私の腕を掴んだ。ゾロ、そこから離れろ。飛び降りる気か？ナミ、え？ああ、そうね。言われてみれば、どうしてこんなところに立っていたんだろう。振り返って海を見ようとすると、ゾロはもっと怖い顔をして、振り返るな、と言った。でも、ゾロは私の後ろ、海の方を睨みつけている。海に何があるんだっけ？思い出せない。泣き幼馴染の形見、妖刀、地獄の大王の名を与えられた刀、ゾロってひょっとして亡者特化なのか。ゾロ、来い。なみ、なんで？ゾロはいいから、と有無を言わせずに私の腕を掴んで船の倉庫へと入っていく。その瞬間、凄まじい寒気に襲われた。なみ、引っ張らないで、ここには入りたくない。ゾロ、だろうな。いいから来い。なみ、いや、やめて。本当に怖いの。ゾロ、うるせえ、いい加減にしろ。なみ、やめて。触らないで。ゾロ、そいつの口を使うなっつってんだ。なみ、なんだ。お前、わかってるんだ。あれ、今の、私の言葉？ほわー、恐怖。盛り上がってまいりましたー。ゾロ、どうやって入り込んだのかは知らねえが、そいつはうちの航海士だ。連れて行かせるわけねえだろ。なみ、え、ゾロ、どういう、え、と声を上げる間もなく、体が浮いた。投げ飛ばされたのだと気がつく頃にはもうお尻を床に打ちつけてしまった後だった。なみ、あんた、何すんのよ。痛いじゃない。倉庫の床に尻餅をついたまま、私を投げ飛ばした犯人のゾロを見上げる。ゾロ、じっとしてろ。なみ、そんなこと言われても、私が何かおかしなことになっていることはわかる。そのせいなのだろうか。倉庫に入ってから、寒気が止まらない。怖い、寂しい、怖い、痛い、苦しい。そんな感情が体から溢れ出してくるみたいだ。波、出して。ゾロ。波、ここから出して。ここから出して、私は何を言っているんだろう。私の体なのに、私の体じゃないみたいだ。薄暗い倉庫に目が慣れてくると、倉庫の床に見たこともない模様が書かれているのに気がついた。ああ、この子たちはこの模様が嫌なんだ。怪獣の準備してたのか。ゾロ王、ゾロ王。頼むぜ地獄の王。弟子がまた一歩成長して嬉しいが、実は幽霊がめっちゃ怖いなんて、ロロノアに口裂かれても言えない。美穂ちゃん、元デリバリーズの奴らが親睦会に肝試ししようって言ってるんだけど、一緒に行かねえか？
美穂ちゃんならなんかあってもスパスパやってくれるんだろ。俺の剣術を肝試しに使うつもりか。ダズボーネスでも行かせておけ。助けてあげるために立ち上がろうとすると、ゾロが鞘に収まったままの刀を突きつけてきた。これでは立ち上がることができない。ナミ、邪魔しないで。ゾロ、じっとしてろつったろ。ゾロはそのまま白い刀を私に押し付けたまま動かない。ゾロ、聞く気はねえらしい。悪いな、ナミ、じっと苦しいと思うが、恨むなよ。ゾロが刀の鞘で私のお腹を軽くついた。その瞬間、痛みがあるような力で押されたわけではないのに、急激な吐き気に襲われた。ナミ、う、ゲホ。こらえようと口元を押さえたがまに合わず、口から何かが飛び出した。ナミ、何、これ。私の口から吐き出されたのは大量の海水、それからおそらく人間の髪の毛だった。よく目を凝らすと、他にも爪や、何か、よくわからない破片が混じっている。ナミ、う、吐き気が止まらない。体を折って何度も体内のものを吐き出しながら、私は訳もわからず悲しくなって、泣いた。うわぁ、形になろうとしてたもの。ゾロ、ナミ。呼ばれて顔を上げると、ゾロが刀を抜いているのが見えた。あれは確か、鬼徹とか、そういう名前の刀。ゾロ、気分は？ナミ、平気。あんなに吐いたのに、不思議と気分は悪くなかった。今までここで感じていた理不尽なほどの恐怖も、寒気も嘘のように消えている。ゾロ、ならそのままそこで目閉じてろ。見せたいもんじゃねえ。ナミ、わかった。ゾロが何をするのかわかったわけではなかったけれど、私は素直に目を閉じた。人とは思えない何かの叫び声が聞こえたような気がして、私の意識はそこで途切れた。さすがですよ、ウトウ先輩。本日の MVP。例に威嚇してる和道一文字、プラスクエナ。ガンつけてる鬼徹、後方で構えてる閻魔を原始した。さすがゾロ、一時でもバッドエンドを心配したのがバカみたいだ。チョッパー、ナミー。チョッパーの声で目を覚ますと、目の前に私の顔を覗き込んでいるチョッパーの顔があった。チョッパー、甲板で倒れてたって言うから、心配したんだぞ。なんかあったら呼べって言ったのに。ナミ、ああ、ごめんごめん。体を起こしてみても、何の異常もなさそうだった。夜が明けたのか、もう昼過ぎのようだ。ルフィ、そうだぞ、ナミ。結構危なかったんだからな。ナミ、結構、危なかった？ルフィ、ま、大丈夫ならちょっと外に来いよ。ナミ、いいけど、手引っ張らないで。ルフィは私を抱えて、船首の方へとゴムの力で飛んでいく。船首から海を見渡すと、晴天の今日は見渡す限りの青い空と青い海、まさに航海日和といった景色が広がっていた。ルフィ、何か気づいてたのか。ルフィが、結構危ない、っていうくらいだから相当ヤバかったんだろうな。ルフィに当たると浄化とか昇天させられるけど、ゾロに当たると解釈されて払われるのか。クルーに取り付く厄介タイプにはゾロ、引き寄せられてうろついている奴らはルフィが担当するのかね。現世っていうしがらみから解放する太陽神と、亡者に裁きを下す閻魔様だもんな。ルフィ、悪かったな。いつもは俺かブルックがもっと早く気がつくんだけどよ。最初はあんまりちっちゃかったから気づけなかった。ナミ、そう？ルフィ、ゾロが気づいたからよかったけど、気づかなかったらもうちょっとで、持っていかれてた。やっぱ、この辺りはそういうのも多いみてえだ。昨日の夜のことはおぼろげにしか思い出せない。でも、なんとなく、ここで悲しいものを見たことは覚えている。大海賊時代の海で戦いに巻き込まれて命を落とした子供たち、私につきまとっていたのは多分、それらだったのだろう。ゾロはそれを無理やり引き剥がしてくれたようだったけれど、それが本当に正しい行動だったのかはわからない。ナミ？ゾロ、お前な、余計なこと考えてるとまた連れてかれるぞ。ルフィ、ゾロ王、おめえももういいのか？ということはいつもは陰でルフィとブルックとゾロが船員を霊から守ってるのか。最高だよお前ら。もういいのかって心配されるくらいには払う側も負担は大きいんだな。ゾロ、いいも何も、俺はそうこちらかしたのがコックにバレるとやべえから片付けてただけだ。おら。ルフィ、ありがとう。俺、ああいう奴ら苦手だからな。ゾロが布の袋のようなものをルフィに渡すと、ルフィは中身を確認することもなく、それを海に向かって投げ捨てた。それから、少し神妙な表情で海に向かって手を合わせた。隣でゾロも同じようにしているのを見て、なんとなく私も手を合わせておく。ルフィ、
ああ、腹減ってきた、飯まだかな。ゾロ、さっきコックが昼飯できたって呼んでなかったか？ルフィ、呼んでた。お先、と叫んで、ルフィがキッチンに飛んでいく。いつも通りのその姿を見て、私はやっと、日常が戻ってきたのだと確信できた。ルフィがこれから海賊王になって、その先の未来、その世界を子供たちが悲しい思いをしない未来に導いていけたら、あの子たちの悲しみや苦しみもいつか言えるのだろうか。そうなってくれたらいい、と思いながら、私はゾロと共にルフィの後を追いかけた。終わり。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。